ということで、今回の小池戦闘力はこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。はい、定律会のイージスです。よろしくお願いします。はい、イージスさんよろしくお願いいたします。嫌なんだよ俺は。だからもうやめてくれよ。でも小池さんテリー大使やり使いたいって言ったじゃないですか。使いたい、かっこいいってね。テリーめちゃくちゃかっこいい。そうだそうだ、テリーめっちゃかっこいいですもんね。原作も見てもらえれば、画廊伝説、はい、だよね。いや俺なんかテリーの歴史みたいな YouTube 俺見てるもん最近、はい、なんかテリーはクラックシュートって覚えたらなんかちょっと後半の方らしい。後半の方でもないけど、なんか最初からは覚えてなかったみたいな。そう、原作の俺でも画廊伝説スペシャルとかやってましたよ、ゲーセンで。それは覚えてた？クラックシュートあった？どうだったかな、もう覚えてねえや。俺も何がどうとか分かんないけど、あ、でも多分その時覚えた気がします。あ、分かる。稲垣がいればね、稲垣さんがいれば詳しいんでちょっと聞ける。でも俺それ中学校の話ですよ。すごい。いや俺らはもうね、世代じゃないというか。飯島さん生まれてる？いや生まれてるわけがないでしょ。稲垣の時は多分全然生まれてないと思います。どうしてさテリーをにしようってなったの？いや、すごい消極的な理由なんですけど、その前に勇者使ってまして、はい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 、それでテリーが配信されて、うん、リップでテリー楽しいってなったらもうそれしか使えなくなってました。でも今これでコマンドキャラは使ったことないわけでしょ。はい、もうテリーで初めてです。へー、面白い。でもテリーコマンド使いやすいですよね。はい、テリーは他の格ゲーキャラよりもずっと使いやすいんじゃないかな。そう、そうなんだ。だって俺他の格ゲー全く無理ですけど、うん、テリーだけ遊べますもん。あ、そうなんだ。それは知らない。まあただ今日はジャパニーズ小池とやり合ってもらいますから、目標そ、あ、まず小池戦闘力って何となく分かる？はい、分かってます。あ、小池さんたくさん飛ばせばいいんですよ。そういうことです。まあなんかあのサンドバッグくんです。そういうことです。ちなみに、一番最高の記録がアバタンゴの28、10分で。はい。ちょっとね、あれはもうずっと即死即死即死でずっと積んでる積んでる積んでるみたいな感じだったんで。メタナイトだからね。そう、メタで。まだ現実的で言うと22とかだよね。22が、うん、2タイの記録で3人いるから、はい、うん、うん、っていう感じなんですけど、目標ストックってどれぐらいですか？まずは段階踏んで、まずは普通に試合に勝つことから始まって。めっちゃ謙虚だ。そっからもう1ストックどんどん積み重ねていければ。おい、こういうタイプのプレイヤーが伸びるぞ最後に。いろいろ見てきてるから分かる。まあ分かりました。いいでしょう。まあ勝てるかどうかはさておいて、精一杯やってください。はい。なんか上から目線なんだ。いや最近ウェーブで人種してるからね。やばいよイージスさん、ちょっと活躍しすぎやマジで。なんで、もちろんね、この後イージスさんにもテリーの使い方教えていただきますので、はい、はい、じゃあもうイージスさんのタイミングでお願いいたします。した、はい、よろしくお願いします。お願いします。いや俺ね、いつもテリー得意って言うじゃん。あれ嘘なの？嘘なの、うん、あれ嘘なの？今日嘘になる。お、まあ、小池さん大体先制ヒットは取るからね。そうね、最近ね、1足目ね。そう、でも1足目先行してないの目指してるのイメージ。あぁ、ちょっと待って、もう息ができないんだけど。おぉ、ちょっと、ちょっと、だって頭出ないよね、でもイージスさんぐらいになると。いや、全然出ますもん。俺でもまだまだ、まだまだ。マジか、それぶねっ。でゴーが出たら超回転率やばそう。確かに。あ、やいいよいいよいいよ、もうしょうがねえ。怖い怖い怖い。いいペースだね。いいペースですね。あ、やばい。え、これ死んだ？あ、やら。うまーい。やばい。おーマジ？おー超えてきた。いや、小池さん最後甘いね。いや、俺マジで飛んだと思った。うん、あ、ダメだね、ああいうとこ。うん、え、待って、出てきたよ。間に合ってないんだけど。あ、小池さん知らないやつだね、皆さん。確かに。これ、一緒やって、皆さん。間に合うと思いきや間に合わないんだよ、あれな。間に合わない系のやつですね、あれは。ミネさんがね、今テリー対策をバッチリ積んでる選手だからね、うん、あ、補強した。いや、いや、おぉ、マジ。いや、今のでいっぱいストック取りたかったっすね。ねえ、やべ、
気持ちいい。ダメだな。やべ、しゃべれねえ、マジで。やばいそれ。マジメテオ超優秀。斜めに飛ぶの偉いね。ね。あ、そうなの、そういうもんなの。うん。いやー、当たるか。最新サーフォー。練習してきてるの。電車が悪い方向に、悪い方向。なご。やばい。おお。ごめんて。やべ。いらすぎ。お？あっ。何のアだったんだろう。そう、あと 0.1% 足りないっすよ。あります。死ぬない。まあ、ガノンさんなんでね。死んだ。ちょっとゴーみたいね。ね、ゴー、うん、まずい。あ、これは、おっと、これは欲しい。いいのいいの、これでいいの、これでいいの。あ、いい、来た来た来た、これでいいの。いや、怖いよ。あ、いや、判定です。やばすぎ。マジ今決まったと思った、勝ったと思った俺、うん、うわ、うめえし、生きてるし、生きてるんかい。うめえし、そうします。マジ、あ、生きてるけど。無料、無料じゃないか、有料ですね。有大有料。イージさんがマジか。怖いよ。何やってる。追いつけないって、そんなんされても結局。こんな衝撃的なテリスが初めて見た。攻撃戦闘力の怖さやな。いや、これダメか。やばい。なんかこっからだからね。やめよ。ルカリと一緒だからね、こいつね。投げ方は。え、なんでだよ。やばい。はい、小林さん終了。早いって、そんなことなんだよ。はい、小林さん終了。なんでそんなにいいんだ。余韻に浸るとかあるだろうな。はい、ここどうぞ、余韻に浸っていただいて。はい、ということで、イージさん、2、4、6、8ストックありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ちょっとね、テリーの強さ出せなかったよね、今回。これマジで迎えたよね。もう一回も泣きの一回。泣きの一回はやだよ。やだ、撮影外にしてください、それは。撮影外やってくれるんですか。撮影外なら全然。じゃあ、みんなこれってことにしとけば、はい。ということで、イージスさん、やってもらいましたけれども、もちろんテリー解説してもらいます。はい、はい、ですし、あのピオネネさんがですね、あのバズゲーミング のアブさん、はい、オーナーのアブさんと実写をするんで、うん、ちょっとその対策っていうところも含めて、うん、テリー対策っていうところも含めて、まあ、最初解説してもらったのは、そうですね、対策で、うん、はい、うん、テリーやっぱり使用者も多いですし、あの、はい、まあ、もちろんね、俺もそう思ってるんです、かっこいいんで、かなり需要高いものになるかなと思うので、ぜひ教えていただければと思います。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。イージーさん、よろしくお願いします。